はい、まー、あ、ちゃん、ちょっと待ってね。出してあげるでね。まー、あ、ちゃん、ちょっと待ってね。うん。はい。まあ、以前ね、動画でも話したと思うんですけど、マギー、この間ですね、前足を負傷したんですよ。その時の状況をちょっと説明しますと、犬部屋のね、このゲートの入り口の、この部分。この部分に、足をぶつけてですね、負傷したんですよ。でね、この時の再現部位があるので、どうぞご覧ください。グーちゃん、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 楽しいね、リビング、リビング楽しいね。あ、あんなところに私の大好きなおもちゃがある。てな感じでね、マギーの足が怪我しちゃったんですね。今回ね、また同じことが起きないようにですね、こちら、じゃん、これです。はい、こちらをね、購入しました。とりあえずね、開けていきます。はい、はい、お、これこれ、はい、こちらです。はい、はい、これをこれにつけるわけですね。はい、ということでね、じゃあここにこれをつけていきます。よいしょ。はい、つきました。こんな感じになりました。ほら、バリアフリーみたいな感じになったんですけど、まあ、ちょこっとね、もっこりした部分はあるんですけど、まあ、これがあることによってぶつかるリスクのある、ね、面積はね、少なくなったんじゃないかと思います。グレオで、グレンはね、軽々こう越えられるんでね、いつもね、まあ、あんま心配はしてないんですけど、まあ、この人ですよね、心配はね、マギーさん。じゃあ出といて、マギー。はい、よいしょ。お、行った行った行った、ほらほらほら、リビング行った。よし、マギー、おいで、マギー、来た来た来た。ほら、まあ、大丈夫だね、なんとか。今はまあぶつけなかったんですけど、あの勢いでね、ここぶつけたら揃いたいわな。うん、マギー。いいよ、りーちゃんは、りーちゃんは、りーちゃんも遊んだで。グレン、グレン、ごめん、グレン、ごめん、グレン、グーちゃん大丈夫よ、おいで。マギーおいで。おお、止まった、なんかしないけど、ちょっとトラウマになってるかもしれないね。グレン、マギー、これでちょっとはマシになったな、きっとな。まあ、この間の事件があってからですね、マギーをね、リビングに連れてくのがちょっと怖くて、これでね、安心してリビングにね、行かせることができますね。まー、あ、ちゃん、全部やった？ちょっとして、はい、ってことでね、今日の動画はおしまいになります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。